農園内は森のような農園になってて、で建物、家々もいくつか農園の中に家が建ってるんですが、それが全部リサイクルの素材で建ってるんです。それがそのイタリア人の美的センスでものすごく美しいかっこいい家になってるんですね。こんな暮らしができるんだって。それでいて世界の裏側のことまで思いを馳せながら、で小さくて豊かな美しくて創造的な暮らしをしている。僕にとっての創造っていうことだとかアートだとか仕事だとか人生だとかが全部一直線でそこに総合的に表現されて全部つながっていた。あ、これが僕にとっての美でありアートであり創造であり仕事であり豊かさであり幸福だと感じたんです。でこういう暮らしをしよう。でそういう暮らしをする場は日本だって思ったんです。で砂漠を インドのラジャスタンの砂漠を旅した時に窓のないバスに乗って、1日走ってたんですが、窓のないバスで砂漠を走ると、ドライヤーでずっと全身を熱風を浴びせられているようなものなので、本当に干からびて鼻血が出てきたんです。水がないことはどんなに苦しいかというのを初めて知って、水の豊かな国に僕は生まれて育ってきたってすごく実感して、でやっぱりアジア、ヨーロッパを旅すると、その福岡正信さんの本にも書いてあるけど、古代文明はみんな砂漠になって木がなくて、で再び僕たちの文明は同じ方向を向いている。でそうやって旅しているうちに、日本の島国っていうのは本当に豊かな島国になっているのを実感して、国土の 60% が 70% の森林であるって、あの島国はもう本当にもう奇跡の島国で、そして自分の意思で百姓を選べるっていうのも自由な選択ができるっていうのも本当に奇跡な珍しいことであって、そういう自由が今されるし、で僕はそういう生き方をする場所は日本だと思って、そしてヨーロッパから、関西空港に飛んで福岡正信さんのところに会いました。でそのイタリア人の方がもう世界中を旅することなんかないんだよ、君が求めてるのは日本にあるんだよってそしてイタリア語バージョンのバラにこの革命を持ってきて、こういう人が君の国にいるんだから、君が素晴らしい文化を君の国にあるんだよ、君帰りなさいよそれで、まあ、すぐには帰らなかったんですけど、ヨーロッパをまた旅して、で最終的に、ロンドンから京都に行って、そして京都の本屋に行って、福岡正信さんの我らこの革命を買って見て、あこれなんだと思って感動して、すぐそのまま四国に会いに行きました。で福岡さんの農園の下の公衆電話に行って電話して、僕は今あなたの農園の下にいますね会ってくださいって言いますそしたら私はもう誰にも会いませんって、帰ってくださいってお断りされまして、まあその頃福岡さんはもう世界中から弟子が集まってもう嫌になっちゃったって、人が集まるのはもう嫌になっちゃったからもう誰にも会いませんという心境だったんで、まあそれで門前払いを食らって、でそれからまあ弟子入りは無理だったので、日本中の農村を探してみようと思って、で、まあ、信州だとかあとは、まあ、四国京都で屋久島と回ってるうちに、こう屋久島で同じ宿だった女性が、で僕たちは農的な生活をしたいんだと、まあ、僕たちずっとパートナーと一緒だったんですが、でそしたらその宿の女性がだったらズバリ鴨川がいいわよ、おーってズバリ来たなと思ってどうしてですか。でその宿の奴隷は、新潟出身で、私は雪国で育っているから鴨川に住むのが夢なんです、気候は温暖で
して一年中花が咲いて野菜は何でもできて、で人は朗らかで、こんな桃源郷みたいなところがあるんだろう。そして僕は千葉だけには住めないと思ってたんです。それは僕は千葉の、木更津の生まれで、代々、卸問屋の坂問屋の家の長男で四代目なんです。で僕は継ぎませんって飛び出ちゃったので、千葉だけには帰れないというもう一族からお前のせいでみんなが不幸になるって睨まれて怒られていて、ヤクザの長男なので千葉だけには帰れないと思ってたんですが、屋久島から千葉に帰ってきて、その31の時に帰ってきて、その時に千葉を見た時にもう泣きましたね。こんなに美しい場所が残ってたんだって。で僕は若い頃は10代20代の頃は都会の文化だったりアメリカやヨーロッパの文化だったり、そういったものが進んでたりかっこいいんじゃないかと思って憧れてたんですが、いろんな仕事をしていろんな国を旅して30になって、この千葉っていう、もう僕ら育ったのはもうちょっと町の方なんでこういう文化はないんですけど、南房総まで降りると本当にもう原風景が残ってるんです。もう江戸時代のような風景が残ってるんです。でもうこんな宝物があったんだって僕の足元に、わあ素晴らしいと思ってここに住もうって。でそしたらパートナーがどんどんお腹が大きくなっていって妊娠したんです。で産む場所を探しました。でもうとにかく古い軽の箱番を買って、空き家という空き家を片っ端から声かけて、妊婦の女性を連れて住まわしてくださいって1999年です、98年から、ずっと待ってたんですけどなかなか見つかりません。やっぱり農村は一元さんお断りで、しかもちょうど僕はその頃旅から帰ってひげ面だったし、ひげ面の妊婦がうろ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 農村を回って住ましてくれ住ましてくれって誰も貸してくれませんでした。でもどんどんお腹が大きくなるので、やばいぞって産む場所をとにかく探さなくちゃ。で、あさってる時にやっぱ南房総って温暖でみんな人がいいんですね。不動産屋に一か八か入ってみて、僕たちお金はありませんけどただ同然で貸してくれる古民家と農地を紹介してくれませんか。そしたら不動産屋の社長さんは、南房総の人はいい人なんですね、うちはただ同然の物件はありませんって。でもまああなたの話を聞きましょうってお茶を出してくれたんです。僕はこういう気持ちで農村で暮らしたいんですって、で本気で話したら親身が聞いてくれて、ちょうど、今年からそうだ鴨川市役所が企画課が空き家対策っていうのを始めたよ、応募してごらんなさい。でそのままありがとうございましたと言って不動産屋に出てすぐ鴨川市役所に行って企画課に行って応募をしました。でまあ A4 1枚のペラ1枚の紙にこう何で住みたいかいろいろ書くアンケートがあって、なぜあなたはどういう暮らしをしたいのかっていうのがこんな2センチぐらいの細い欄に書くように指示された。そこにもう力いっぱいびっしり埋めてそれで応募したんです。そして300件の応募があり6件の空き家がありました。そして見学会に参加して、でマイクロバスや大型バスを何台も連れてその6軒の家を空き家を見に行くんです。最初に見た家が今住んでる家です。でまさに理想的な家で里山の南斜面で、そして築150年の川焼き屋根の古民家で、そして電気なし水なし壁なしそしてその大きな古民家の屋根はお猿の滑り台になってて、でもうずっと住んでなかった10年以上空き家だったので周りの木が伸びてもうすぐ林に戻ろうとしてうっそうとした。そして窓から
空き家を覗くと、その一人暮らしのおばあちゃんが亡くなってお葬式した後の片付けまだ残ってるなみたいなのが、家があってテーブルがあってお茶碗が並んで、もううわーっと蜘蛛の巣があってみたいな。でも僕はそのイタリアでイメージした暮らしがここならできると思ってここにしますと、市役所にいたしました。で、あとは市役所は大家さんと田中をお見合いさせるだけで契約まではノンタッチなんです。で、まだ1999年当時は11年前はその300名の応募の中はもう 95% 以上は定年組、リタイア組だったんです。だから30代の方がすごく目立って、まさに大家さんがあなたに決めてくれて、その場所が見つかったんです。そして大家さんの提案は最初5万でした。電気なし、水なし、壁なしの家が5万だったんです。それで、僕はもうバックパッカーしてきた、その延長線上で来てるので、本当の貯金も一切何もなしです。本当、すっからかんでいたので、直接交渉して、会ったその日に、負けてください。自分で、直しますから、負けてくださいということで、破格値の、2万円で負けてもらいました。もう里山付きで、もう面積はどのぐらいか分かりません。ただ大家さんが、了解してくれて、そこからが、大変でした。それでもう僕は多分皆さんの参考にはならないビジョン直感型のぶっつけ本番なので何の計画もなく一文なしで農村に入って、でそのまずは産む部屋を作るために、一部屋だけとにかく直して、そして自宅出産して、それでもう近所の製材所に飛び込んで雇ってもらって、でもうとにかくなんだろう、とにかくもう水飲んで雑草でも食って米さえ食って塩舐めてりゃ生きていけるみたいなそんな感じをしてたんで、地元の人があいつはおぼんだって絶対逃げてきてるって訳ありしなってそんな若いものがこんな山の中に、まだ1999年そんなに移住ブームではなかったので、2000年半ばぐらいから鴨川も第一移住ブームって言われてるぐらいすごい人が入ってきたんですけど、当時はまだ第一次移住ブームが加藤登紀子さんたちの流れだったとしたら、第二次移住ブームがまだ始まる直前だったので目立ったんですよね。で、いや僕はそんなんじゃないんだって違うんですってでもこれはね言ってもダメなんで、自分の生き方で、自分の思想、自分の気持ち、自分の考えを、自分の行動で時間をかけてても自分の行動で説明しようって、それはもう絶対嘘つけない思ったんです。で、あと自分のその自然のだとかエコロジーだとか自分の理想っていうのもとにかく前に出さないでしょ。俺は本当に生きてこの生かさせてもらってこの村に住まわせてもらってるんだもん。とにかくこの文化に入っていこう。で、ちょうどここの僕の住んでる釜沼集落っていうのは、この鴨川の地域でも本当に古い習慣が残っている地域で、毎月1回の寄り合いがあるんです。で、そこの寄り合いの日、最初に行った日ですね、ガラガラガラって集会するんですと、もうまさに限界集落なので60歳がアウちゃんって呼ばれちゃうような世界ですね。70、80、60年ずらーっとメンズワールドで男が一直線に並んでるんです。
そして縦社会ですね、テーブルも細長いテーブルが一直線に縦に並んでて、長老が一番遠くに座ってて、だんだん年功序列で若くなっていて、あんちゃんどこだって、はいって、一番下に座る。で、僕は本当にこの村が美しいと思って、家族で越してきました。よろしくお願いします。もう、痛いほど、みんながじーっと凝視して。で、まあ、毎月1回の呼び合いは、集金だとか、あとは草刈りのことだとか、いろんなその地域 の, ミーティングをするんです。で、そのミーティングが終わると、大体、ドンと一商品が現れて、飲み会が始まるんです。で、そこでいろいろコミュニケーションが始まるんですけど、そうですね、初日、やっぱ一番眼光鋭い、中さんという長老が僕の前にスッスッスッと来て、すごいこわもてのおじいちゃんで、もうギュッと睨んで、おい、おめえ、オウムだぞって。村中のおじいちゃんとしてじーっと耳をそば立てて、聞いてて、僕はもうまっすぐ前を見て、違いますって。沈黙の睨み合いがあって、そうかーってドンって。村中のもうって。そこからノミニケーションが始まって、俺が今まで何してきたんだって言って、なんでこんなとこ来たんだって、もう根掘り葉掘り、もうケツの裏まで全部聞かれて、僕は本気でこの村が素晴らしいと思って、この村で一生捧げたいと思って、本当に美しいと思って、本当にここの文化が素晴らしいと思って来てるんです。嘘だーここにいちゃダメだって俺たちは全員せがれを追い出したんだから、嘘だろって全員やっぱ信用してくれないですね。 でも毎月の寄り合いにこの11年もう欠かさず僕は出ています。そしてコミュニケーションを取り、そして子供を産み育て、で、田んぼをやり始めてからですね、おこいつ本気かもしれないなって、3年目ぐらいでしたね、田んぼをやり始めて。で、やっぱり農村の中で田んぼをやるっていうのはもう一人前のやっと人間とみなされるぐらいの、もう百姓田んぼをやめるイコールも人間やめるぐらいな、うちの隣のおじいさんがとうとう腰が90度になって、目も見えなくなって、こうなっちゃったので、とうとう田んぼができなくなっちゃった。そしたら、村中で、あいつはとうとう田んぼができなくなったそうだよ。そしたら、さあかーって、あいつももう終わりだな、みたいな。まだ生きてるんですよ。生きてるんだけど、田んぼができないイコール、もう百姓ができない。百姓ができないイコール、もう終わりだっていうぐらい、もう日本人のこの農村コミュニティの田んぼっていうのはすごいそのプライドでありアイデンティティであり、もう全てというかそのぐらい重いものがあるんだなっていうのを気づきました。で、僕は見よう見まねで田んぼを始めて、いろいろ田んぼや畑は福岡式の粘土団子をやってみて大失敗して割られたり、川口式の次は自然のに切り替えて、で、なんとかできるんだけど雑草だらけで割られたり、とにかくでもみんな見守ってくれました。で、その頃からその自分は農村コミュニティにどっぷり入りながら徐々に移住者たちも増えてきたので、その移住者のネットワーク作りも並行して始めていきました。でもそれは自分にとって必然的にもうやむにやまれない状況で、初めての誰も知り合いもいない農村での子育てと、初めての古民家の改修と、初めての田んぼと畑っていうのがどれだけ大変か、もう本当にもう育児の労でなりました。
で、こんなに大変なんだって、子育てと田舎暮らし、自給農的な暮らしっていうのは、もう仕事は山ほどあって、これは素直にこう生きることや子供と暮らすことっていうのは、いろんな世代と多くの人と関わりながら、助け合いながら、コミュニティの中で育って、コミュニティの中で生活していくのが、本当に自然で、人間にとって一番いいことだなって。でも今は全部そういうのをお金で解決する社会だったんだけど、それをまあ本当にお金もなかったんで、地域通貨を始めてみようって。で、少しでもそういうネットワークができるっていう気持ちで、2002年に始めました。で、ゆっくりゆっくり口コミで広がって、今では170家族が参加しているネットワークになり、だいたいファミリーで参加してますので、300名ぐらいネットワーク。そのネットワークは非常に、新しい創造のネットワークになりました。で、このアーマネっていう円の中にたくさんのネットワークがリンクしてるんです。で、そこに有機農家のネットワークがあったり、サーファーのネットワークがあったり、アーティストのネットワークがあったり、環境活動家のネットワークがあったり、いろんなネットワークがこうフラッと大きなマンダラのようにリンクしてて、で、今度マーケットやろうって呼びかけると、わって集まって、そこにマーケットの輪がまたできる。今度ここで自主保育をやろうって呼びかけると、わって集まって、子育ての輪ができる。今度こっちに産業廃棄物の処分場ができるね。みんなに反対しようって呼びかけると、わって集まって、その活動グループができる。そこでこの農村に必要な人材が集まって、必要な活動が創造されていくネットワークになり、で、今では本当にたくさんのネットワークでいろんな活動が生まれています。で、例えば今は、地域自給組合というのが、地域自給組合阿波の輪というのは、一人では自給自足は大変だけど、ネットワークして自給自足を高めていく。で、今は、塩の輪っていうのはみんなで太平洋に行って、ガンガン海水を汲んできて、薪で煮て、塩の自給をしています。あとは家の輪。家の輪っていうのは、移住者がここ近年増えてきてるんですが、もう空き家が足りなくなってきたねっていうことで、じゃあ家建てちゃう。で、地域の山には手つかずの里山がたくさんあるんだから、その地域の山の木を使って家を建てていこう。で、昔から棟梁一人にバカ10人いれば家が建つって言われてるから、みんなでバカ10人になろうって、そして集まって家作りの勉強会を始めてるんです。で、今までの家っていうのが、家を建てるって言ったら本当一生の仕事で、1000万とか何千万もかけて一生それを払いながら勤めをして、で、払い終わる頃にはこう人生が終わっている、そういう家の文化もやめようよ。可能な限り安く、可能な限り労働力はみんなの力で、そして人生を楽しむための家づくりをしようじゃないか、そういう家のはまだ2個の小屋しか建ったことないんですけど、夢は大きいですが。で、あとは、穀物の輪、あとは、それは雑穀を植えています。あと麦の輪、現代人は パンやうどんも好きだよね、パスタも好きだよねということで、麦も作ろうよって麦も作ったり、あとは音の輪といって、そういう能的な暮らしから文化を作っていこうと言って、みんなで音楽をやってる、それも、自由な感じで音楽をやってる。あとは、衣はやっぱり衣の自給っていうのは 0% なんですけど、やっぱり顔の見える服作りや顔の見える食べ物っていうのは、ここ近年すごく盛んに言われてますけど、顔の見える服作りというのも平和な服という意味で、やっぱり世界中の麺っていうのは
常にあのグローバリゼーションの象徴でもあるので、その服作りっていうのもあのネットワークしてやっている。で、鴨川には結構あの草木染めの作家の人たち、若い移住者たちもどんどんいるので、今みんなであの綿を植えたり、あと糸紡ぎを、まあ、子供たちと一緒にやったり、あとは藍を埋めたり、なんかそういうこともチャレンジしてで、それで糸紡ぎなんて本当に大変で、なかなか糸なんかできないんだけど、まあ、そういうのもできないっていうのも子供と親子で知るっていうのも大切だよねっていうことで、あの少しずつですけど、あの命っていうのもトライしています。あとはそうですね、あとはその自主保育、子どもたちの教育っていうのもあのいろいろ生まれています。これも、まあ、法人化して全日制の学校を作るみたいな、そういうところまで行ってますけど、小さな自主保育はあのいくつか生まれています。で、まあ、そんな中で、あとはその自給的なこう小さな暮らし、豊かな暮らしをネットワークして作っていくことと、あとはやっぱり持続可能な暮らしっていうのも一緒に両輪でやっていこうということで、いろんな活動が生まれています。で、今は、コミュニティカフェをみんなで作って、で、まだ毎日営業できるような、コミュニティカフェではないんですけど、今は月1で実験的に、でそこにその地産地消の食べ物や地産地消の、商品や、あとはフェアトレードのものや、もう可能な限り地球環境に配慮した、地域に配慮した、商品を置いて、で地元の方にも来てもらえるように、あの農村集落の通り沿いに、開けて、で地元の人と、移住者の交流の場とかも作っております。あとはもう話すことがたくさんあるんですけど、鴨川は千枚田の取り組みでもそうですし、千枚田は今、千枚田を筆頭にオーナー制度は、7集落やってて、370口の受け入れを鴨川で受けています。370口、一口が何人来てもいいので、ワンファミリー、大体ワンファミリーから、まあ、会社や大学のグループなんかもあるので、春から秋まで、1000人以上の人が鴨川の棚田に、まさに村が見捨てた、誰もがやりたくない棚田に都市住民が、1000人以上の人が押しかけています。でそれでどんどん縁ができていって、本当に村人と仲良くなっていって、もうリピーターがどんどんつながっていって、移住につながるケースが生まれています。で今僕の村でそういう地元の80代の炭焼きの長老4人と、あとは僕と移住者と今ミーティングしてて、そのまさに僕の限界集落に、一緒に農村コミュニティを再生していく、またコミュニティの一員になっていくメンバーを、移住させる計画があります。でエコビレッジっていう言葉ではないかもしれないですけど、普通 そのそこにある集落がそのまままた再びその持続可能にこう再生していくっていうのかな。かといってこうエコビレッジっていう感じでもない、まあエコビレッジといえばエコビレッジなのかもしれないけど、そういうもともといる農村集落の人たちと、あとはその農村コミュニティに入って一緒にやっていきたい人たちがつながって、そしてその持続可能な農村を作っていく、そういう動きが今生まれています。で、まあ、そういう受け口にその自然王国がなったり、まあ、僕らの、NPO がなったり、あとは地域通貨アーマネのネットワークがなったり、またこういう、オーナー制度の取り組みがなったり、いろんな受け口が、あと市の方も、連携してやってるんですけど、農林水産課がふるさと回帰支援センターといって移住促進の、部署を設けてるので、いろんな受け口を、鴨川では、設けてます。で僕らの仲間もたくさん、例えば陶芸家の人が田んぼをやりながら
田んぼをやって自分のお米を作って、で自分の茶碗でご飯を食べようっていうワークショップをやったり、いろんな窓口がたくさん鴨川でみんなで作って、それぞれの得意分野で、でそれをこうリンクしながらネットワークして、こういうだからみんなのそういう情報をお客さんを取り合いするわけじゃなくて、どんどんもうみんなで紹介し合って、いや陶芸やりたいならあそこがあるよ、サーフィン教室やりたいならこっちがあるよ、でこういう塾がある、里山機能塾があるよとか、でオーナー制度もあるよ、で阿波沼自給組合もあるよ、いろんなネットワークをこうどん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 つなげていって、そして大きなマンダラを作りながら、あの新しい流れを、で移住者とそして地元の人ともつながりながら、地元の人とのつながりも本当にあのその村にもともとあった文化、もともとあったルール、もともとあったその行事、いろんなお祭りだとか草刈りだとかいろんな行事がある、そういうのも全部出て、そしてあの農村コミュニティの一員になりながら、その都会ともつながりながら、こう新しい流れ、新しい仕事、新しい、またはこれは金にならないかもしれないけど、いろんな仕事があるんですよ。福祉のことだとか草刈りだとか、そういうのもあのつながや一緒にやりながら、でそこであのどんどん深いつながりができればできるほど相乗効果で、あのもう田舎は信頼関係が本当に大切なので、信頼さえできればあのどんどん土地も紹介してくれるし、あのどんどん空き家も紹介してくれます。そしてあの農村は本当に今危機的な状況なので、あの一緒にそのコミュニティをやっていきたいっていう人は本当にウェルカムです。でそこであのお互いがウィンウィン のいい関係性が作れることができると思います。現に鴨川ではできています。でどん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 あのそういう移住希望者があの後を絶たず訪れてきます。でそういう受け入れで、まあ、自然王国では、会員制をやったり機能塾をやっています。で会員制は毎月1回、農作業イベントがあるので、そこでもう足しげく通いながら移住の準備をして、であのいろんな情報を手に入れて、で里山機能塾でも、里山機能塾は年に4回200人の教室なんですが、そこでもあのそこはもう遠方から来る人もいます。とにかく今たくさんの扉を、あのいろんなニュートラルな立場でたくさんの扉を、今鴨川では作っています。で僕は本当にあと本当5年10年したら本当に誰もいなくなってしまう農村、本当に誰もいなくなったらまた森に帰ってしまう、この宝のように美しいアジアの原風景を森に返すんじゃなくて、あの再びこう新しいこの土地に価値を見出した人たちと新しい農村コミュニティを作っていこうと思って、で同時に仕事も作っていこうと思って、でそれを、ね、試行錯誤ですけど、いろんなことを今チャレンジしています。なのであの本当にこれから農村はすごく面白い時代になると思います。たくさんのいろんな人たちが集まって、そしてそのいろんな人たちが集まる才能とエネルギーと、で元々あってこの里山っていう可能性、またその資源、またその文化、その知恵っていうものを融合させたら、本当にあの世界中に誇れるあの地域になってます。でもう外国人の移住者もどんどん増えています。あの成田に来たらディズニーランドに行くんじゃなくて、本当に里山に来る時代がもう近づいていると思います。で世界に誇れる文化をこう車や電化製品だけじゃなくて、コミュニティっていう文化をいよいよ僕らは発信する時代が、それで今まで地球を破壊してきたお返しができるんじゃないかと思います。今日はどうもありがとうございました。
変素晴らしい話です。